ブライド、星1。雑誌編集者っぽいフェミニズムをこじらせた人族のメスは映画監督のインタビューで舐められたと感じてしまいます。そこからおサイコパスの人族のオスが現れて宇宙が膨張しているだの意味不明なことを話し始め、君は僕の恩人だから僕がなぜ君のことを恩人だと思うのか分かったらこのチョコをあげようとおサイコフルスロットルでバトり始め、挙句に自分のことをメス扱いした監督から自分以上の表現を引き出したことにフェミニズムをこじらせた人族のメスが激おこぷんぷん丸するといういわゆるフェミニズム漫画。この漫画がすごい女部門2位に輝いたのが納得のジパング社会のキャリアウーマンの生きづらさを描いた作品なので、キャリアウーマン志向の高い人族にハマったのがこの漫画が当たった理由だと推測。この漫画の主人公は終始、自分はメスだから、とか自分がスカートを履いたからオスは私を舐め腐ると嘆きますが、このメスもしっかり、この監督はオスだからメスの私を見下したんだ。しっかり深淵を覗く者はまた、深淵に覗かれているので、でも悲観に生きるいわゆるフェミニストはそこに気づかないことが多いので、オスが無自覚にスカート履いてるんだとか、けたとかいうように、メスも陰でデブとかハゲとか体臭が臭いとゴシップを流すわけです。オスはメスに無自覚に直接言うので、メスは陰でバレないようにゴシップを拡散するので、おまんじゅうから見たらどっちもクズ行為なので、そんな感じの漫画。